学校は、イギリスやアメリカ合衆国などにおける、小学校あるいは幼稚園教育前の児童のための教育機関。イギリスでは2歳から5歳までの就学前の児童の教育機関として、保育学校が設置されている。保育学校を設置する基準を満たさないときは、初等学校に保育学級が付設される。1911年に、 マクミラン姉妹がロンドンに設置した子外保育学校を起源とする。1918年のフィッシャー法で就学前の児童の教育機関として正式に公認された。アメリカ合衆国では幼稚園入園までの3歳児から5歳児までを対象として設置されている教育機関。多くの州では1年間の義務教育である幼稚園教育の前の教育。1915年に シカゴ大学が幼稚園入園前の教育機関として初めて設置した。日本では幼稚園入園前の2歳児クラスの児童を幼稚園で受け入れる活動をプレスクールと俗称していた。この活動は構造改革特別区域法第11条の規定により2003年より始まり2007年に廃止された。 その後、幼稚園を活用した子育て支援としての2歳児の受け入れにかかる留意点についてにより幼稚園の自主事業として位置づけられている。しかし、インターナショナルスクールが行うプリスクールが注目を集めるようになると紛らわしい名称となった。ありがとうございます。